江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、1位のものを見ると警告は後進国そのものですね、というスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではですね、スレ主の書き込み見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。自殺率1位、女性自殺率1位、老人自殺率1位、出生率、60歳以上の年金受給者貧困率1位、女性保護論率1位、青少年幸福指数最下位、児童生活の満足度最下位、うつ病有病率1位、全世界 OECD ランキング混在。先進国なのが不思議なぐらい、私はそれでもこの国が好きだけど。はい、というですね、書き込みがありました。こちらに対して警告の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目、女性他殺率が1位が警告。これはどこから持ってきた資料なんですか？この国の治安はまだいい方だと思うんですけど、子どもの生活の満足度が最下位であることは少し理解できませんね。完全に納得できるのにどこらあたりが理解できないんだ？幼い頃から他者と比較される文化にさらされているけど、それは若い世代も親の世代もそこまで大きく変わらないと思うから。土地がとても狭いからです。他人の目を気にしすぎる上に厳格で勤勉なので。しかし海外に住んでいて感じることなんですが、全体的に所得水準が上がっていてもどこにでも賛否両論は存在するんですよ。その立場から見て、今は先進国や後進国という名称自体に大きな意味があるのかよくわからなくなりましたね。警告は先進国じゃないよね。発展途上国と先進国の間だと思う。血が乱舞して生まれるものはない国、サイバーパンク大警民国。他殺率が1位って何？ソースはどこにあるんだ？こんなに治安が良い国で他殺率1位だと。国が急速に発展して外側だけが輝いているだけで内側は腐っているようですね。他のことはわからないけど、市民意識を見るとまだ先進国ではないと思います。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。ここなんか行こうかな。もうランキング禁止したら、何でも1位がいいんじゃないの？警告さんが後進国なのは世界も知ってるよ。2位以下は全て後進国と勘違いしてるのか？また比べて悲観してる。本当に好きだよね。一生北見てたら先進国に見えてくる2だ。やったな、1位だらけじゃんか、わらわら。お前ら1位好きなんだろ、ホルホルしろよ。好きなら日本に来ないでね。好きなんだろ、なら変わんないよ。そりゃ、スマホでおじさんを殴り続ける国だもんね。あれ、最近ネガティブなスレ多くない？警告は上から、上から目線で攻めないとらしくしょうえないよ。必要以上に悲観的なんだね、触れ幅多いね。ギフ愛子さんが絶対に K には行きたくないと拒否したほど最悪のところだからね。最近ネガティブなスレが多い。あーかもしんないね。なんか我々が考えてる以上に警告経済やばいんじゃないですかね。なんかイジェミョンが全世帯に10万円配れって言ってましたよね。だからまあコロナだったらわかるんですよ。まあしょうがないよねっていうのはわかるんですけど、この時期に国民一人当たり10万円くらい、もちろんあの経済が良くないからですよ。まあ困窮してるからっていう理由なんですけど、まあ選挙前のばらまきのための、まあなんていうんですか、支持率上げるための、まあ発言だとは思うんですけど、だかもしれないんですけど、いやー、なんでこの時期に10万円あげんだろうなーって思うじゃないですか。やっぱり、なんか、まあ、私たちがこう感じる景況感と、警告国内の景況感が違うんじゃないのかな。ええーって思ったよ。
敵を知っても己を知らなければ意味ないんだぞ。自らを顧みることができなきゃダメだな。土地以前にソウル密集しすぎな。勤勉なのは厳格です。お前らしれっとナチュラルに妄想の嘘を投げ込んでくるな。土地が狭い、人口減った方がいいんじゃね。地上のもつれとか日々ニュースになってるし、そりゃ他殺虫にも発展するよ。好きならいいんじゃね。お前らは先進国っていつも言ってホルホルしてるだろ。比較するから愛護ってなるんだよ。それでも売りならは世界一にだって思ってればお前らの中では世界一でしょうが、ブレるなよ。わら、え、日本の真似なの。え、日本そういう話出てんの。財源もないのに何を言ってるんだか。日本がやったからだな。え、いつ。フィフィ姉さんは危機だと昔から言うてはります。北隣に地上の楽園があるから一緒になれば。騎士が兄さんの真似。全員に配るも何も、その原資どうするのかね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、例のあれの時でしょ。あ、だよね。まあそれとはね、時期が違うからね、今配ってどうするのみたいな。日本の真似とはちょっと違うような気がしますけどね。はい、それではこれで終わりにします。ではまた。